しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。7月8日月曜日、しゃべくり松代の時間になりました。担当のクレです。よろしくお願いします。今日は猛暑、とても暑かったですね。明日からも猛暑が続くので、水分の補給をこまめにとり、塩分を補給し、熱中症にお気をつけください。さて、今日のお客様ですが、松代には子どもを中心とするスポーツ活動や文化活動がありますが、本日はその中の一つ、子ども真田勝どき太鼓の活動を保護者の目を通してご紹介していきたいと思います。今日のゲストです。保護者の代表として小山芳恵さんをお迎えしました。よろしくお願いします。まず最初に、子ども真田勝どき太鼓のクラブがどのような活動をしているかお知らせしたいと思います。まず練習、太鼓の練習はいつどこでしているのでしょうか。よくぞ聞いていただきました。この子ども真田勝どき太鼓っていうのは、私も最初どのような団体なのかなって、すごく不思議な団体だったんですよね。見ると子どもが活動してるんだけど、一体どこで何をやってるんだろうと思った時に、聞いたら育成会の団体だったんですよね。最初見た時にはどこでやってるのかな、月謝はいくらかなって、すごく入りたくても不安はあったんですね。そしたら育成会、町が町の育成会が母体となっている活動で、本当に育成会なので、町代の小学生1年生から6年生が入れる団体と聞いてね、私もだけで入ったんですけれども、メンバーは育成会なので1年生から6年生なんです。で、練習しているのは町代町にある町代小学校の体育館、はい、で毎週日曜日の朝9時から12時まで、その3時間みっちり練習しています。でもそれでどのようなメンバーが、子どもたちが集まっているんですか。はい、もちろんね、育成会なので小学生の1年から6年生なんですね。だから中学生入りたいって言っても子どもの三角しとき太鼓には入れないんですよ。で、保育園児だったらもしかしたら予備軍で入れる可能性はあるんですけれど、基本1年生から6年生までで、今は松代小学校、あと東代小学校、その他の、ね、小学校から来てくれて、今メンバー11人いるんです。あ、そうですか。じゃあ今指導をしていただいている方はどの方だ。今この上の写真がね、真田勝どき太鼓の写真なんですけど、はい、この真ん中にいらっしゃる太鼓の日本太鼓連盟でも役員をされている茅沼先生なんです。町中で有名な方なんです。そうですね、はい、いろんなイベントでお見かけしますね。とても、ね、素晴らしい先生なんですよ ね、 そうですね。なんか本当に私たち普通だと近寄りがたい先生なんですけれど、本当に気さくに子どもたちにボランティアで ね、 でね、太鼓を教えてくださってて、とても感謝しています。そうですね、全国的なでにも有名な方で、指導していただいて、子どもたちも幸せですよね。そうですね。昔はね、なんかすごく厳しかったっていう話があるんですけど、はい、だんだん、子どもに甘いんじゃないっていう声も聞かれるようになって、丸くなってきたんですけどやっぱり指導が厳しいです。そうですね、はい、厳しい中にも愛情がある。そうですね、本当に愛情を感じます。そうですね、子どもたちもいろいろな地区から来ているということで、とてもいいつながりになってますね。そうですね、本当に普段では出会えない子どもたち、小学校でも1年から6年というと、なかなか関係であまりないんですけれど、本当に ここでやるとみんな一斉に同じことをやるので、仲良くなりますね。そうですね、それからなんかこのクラブで目指していることっていうのもあるんですかね。子どもたちね、一応ね、夏にその大会があるんですよ、太鼓の、はい、そこで賞を取りたいねっていう、一応練習もしたりはするんですけど、なかなかその夏祭りの出演とかが忙しくて、競技ってなるとまた違う練習になるのでね、参加したこともあるんですけれど、やっぱり楽しい太鼓をしたいっていう感じですね。それも練習頑張っているということですね。はい、で
最近あの子供勝ち時大学に25周年の式典があったとお聞きしたんですけど、そうなんです、もう、パンフレット、こんな感じのパンフレットで、写真はこの上の写真なんです。この上の写真がちょうどもちろんロイヤルホテルで25周年の記念式典をやったんですね、うん、あの25周年式典というとね、あの本当に子供さんが勝ち時大学ができて今年で25周年目なんですよ。で、あ、そんなに続いてるんだと思って本当にびっくりしたんですけど、私は入ってまだ10年なんですね。まだまだ10年なんです。で、そのこの式典の時には本当に昔ながらのもうお母さんになってる先輩の方たちがあの集っていただいて、あの太鼓叩いてもらったんですよ。あ、そうなんですか。ね、あの私たちの太鼓の曲には伊佐美馬、桐生三山返し、あの北条太鼓、万楽の響きっていうのがメインの曲なんですけどね、あのどれでもいいよみたいな、本当にもう卒業してから何十年経ってるのって思ったんですけど、本当に皆さんあの年度またいでも皆さんがここに集まって太鼓についたら素晴らしい曲になってね、私感動したんです。もう体に染みついてる。そうなんです。そうなんです。だからかえってね、今の子供たちの方がもしかしたら叩けないかもしれないっていうぐらいね、昔のメンバーの方たちがね叩き込んでるんだなって、あのくらいにね、今の子供たちがまた、今度式典やるのは50周年記念だっていうので、今度50周年記念の時に今の子供たちがじゃあ叩きますよって言ってね、一斉に叩けるようなね、そんなチームになってくれたらいいなと思って。素晴らしいですね。はい、じゃあ、ちょっと小山さん、個人的なことをちょっとお聞きしたいんですけど、はい、お子さんが3人いらっしゃって、はい、みんなそれぞれやってらっしゃるということで、はい、あの習わせようと思ったきっかけって、きっかけは、あのお祭りで、結構町の町のお祭りで子供さんだか白木太鼓って出てるじゃないですか。 それを見ててね、いいなと思ったんですよ。で、あの上の子があの保育園で鼓笛をあの太鼓を始めたんですよね。で、その叩いてる姿を見てて、やっぱりリズム感もつかめるし、みんな小学校に入ったら、あ、こういうところに入れたいなって思って、そしたら育成会だよっていうのを知って、それがですね。そうですか。で、お子さん3人いて、あの女の子、男の子、女の子で、それぞれみんなが両子で、そうですね、やっぱり1人目が入ると、下の子は嫌おうなくその場に連れて行きますからね。はい、そしたらもう、やっぱり小さい子の方がリズム感はつかみやすくって、もう体育館にいると自然になんとなく、自然になんとなく身についてくる感じで、あの真ん中の子が1年生に入るときには、もう1曲目がなんとなく馴染んでる。そうです。で、3番目が入るときも、やっぱり馴染んでるから。いやということもなく、まあ、あのいろいろはありましたけどね、まあ、今現在一番下の子は6年生になり、一生懸命やっています。そうなんです。最後なんですよ、私が10年一組でこれで終わりになってしまうんです。あの本当に子供さんが3人いらしてもうね、あのベテランママさんなんですけれどもなんかその10年間の間でエピソードがあったら教えてください。そうですね、エピソードというと、あの、まあ、合宿があったり出演があったりでいろいろあるんですけどね、あの出演なんか行くとね、本当に芸能人のマネージャー気分ですよ。あの裏口から入り、あのホテルの裏方なんかも見れちゃったりするんですよね。なんかそれもちょっと一種の感動だったりするんですけど、一番大きな出来事というと、やっぱり成人式で私が叩かせていただいてたんですが、今ちょっとないんですけどね、その時にあの成人のされた若者の方がね、なんか一緒に叩きたかったんでしょうね。やっぱりあのこの太鼓のリズムとかもありましたので、ね、一緒に叩きたかったんでしょうね。ステージにあのどうも男乳という言葉がふさわしいのか、どうも上がってきていただいて、で、あのバチを持ち、ちょっと一緒に叩いたっていう曲もありますね。まあ、若者にも感動していただけた太鼓だったんでしょうかね。じゃあ、まあ、ステージママみたいな感じでいらっしゃったんだと思いますけど、そのまさしくステージママなんです。ママたちがこう、はい、子供さんの化粧をしたりとか、こう衣装を着たりとか、そういうご苦労が。そうですね、私も10年やってきて、一緒に楽しんでいましたので、あの苦労っていうことはなかったんですが、あのやっぱり忙しい、朝が早いですねとか、そういう時にはやっぱり自分、私はあの起きられても子供をね、朝早くっていうのは結構きついのはあったりしたんですけど、あの
楽しんでやってたので、衣装をつけて髪の毛結って、うん、お化粧してっていう一種のなんかステータスも。そうですね、小山さんとしては楽しんで、楽しんでいました。他の保護者の皆さんも楽しんでできてます。楽しんでできていると思っています。願っています。そうですよね。続けられる秘訣ですよね。一緒に楽しめるっていうことが。そこがね、続く秘訣だと思うんですよね。一緒にできるっていうのは小学生の今でしょうっていう感じなの で、 そうです、ね、本当に小学生のうちしかね、本当に子供と接することができないんですよ ね、 そうですね。だから本当に今もね、今いる現在のお母さんたちお父さんたちが一緒に楽しんでいただきたい、ね、今も一緒に思い出を作っていただきたいなと思います、ね。で思い出といえば、ね、合宿が毎年あるそうですけど、そうなんです。今年もね、6月の28日、30と砂平の方に行ってきました。毎年ね、ずっと砂平なんです。で、ちょっと写真をね、そうですね、ありますもんね、はい。思わずちょっといいお天気だったので、青空を撮ってきて、耳もなんか青空を撮ってきてしまったんですけどね、なかなか砂平は山だから、天気変わるんですよね、なかなかこんな青空、久しぶりになったかなと思って、ただこの青空も朝だけで、雨降ったんですよ。やばる天気は変わる。そうなんですよ。だから砂台の時にはね、こうやってこれも外で練習してるんです。でこの時も中学生が来てくれて、もう卒業した中学生が一緒に来てくれて、後輩を教えるっていうね、タイプのずっとつながりがあるっていうね。そうですね。6年生も教えることもできるんですけど、自分もやっぱり毎年毎年新しいメンバーで新しいことをやろうっていうことが子供が鈴木大学なので、やっぱり自分でも教えてもらう、自分でも教えるっていう感じでね、それも縦につながるので、そうですね、本当にこの合宿はね、お楽しみあり、試練あり、楽しんでる。10の中でいうと、お楽しみは3割ぐらいで、練習は7割ぐらい、結構厳しいで、練習は厳しいんですよ。今年も合宿でもちょっとできなくて泣いちゃった子供もいるんですよ。でも泣くのはね、毎年のことなんです。だから毎年泣く子もいるんだよっていうような励ましをしながら、そんな厳しい中でもお楽しみもちゃんと作ってあるんですよね。今年はスイカ割りと水鉄砲大会をやったんです。楽しかったです。もうこの水鉄砲大会がすごかったんですけどね。的を用意しておいたんですけど、糸も簡単に終わってしまって、あとは勝手にどうぞで、びしょ濡れ大会になってました。楽しかったですね。そして一番濡れたのは、どうやら貝沼先生のようで、子供から集中攻撃を、ですかね、そうですね、集中攻撃を受けたんでしょうね。でもそんな、みんながそんな感じだったので、先生怖いから水でこう打てないよっていう感じでもなくて、楽しい時でも楽しむ。ただ練習になると厳しいんですけどね。先生も一緒に楽しんで、そうなんですね。だから合宿では完成できなかったところを、この間の日曜日にね、おさらいしてたんですけど、はい、よかったですね。で、この10年間でいろいろな曲を小山さんお聴きになったと思いますけど、その中で一番好きな曲は、どんな曲でしょうか。この写真の下段になるんですけれど、これね、横から撮った写真なんですね。ちょっと写真アップしてもらっていいですか。この横から撮ったこの手が一直線に、ここに今5人並んでるんですよ。で、手がもう一直線に一列に並ぶ最後に、これが万楽の響きの終わりなんです。これがね、万楽の響きがタカ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 タン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 タカ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 タン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 カツンでね、前にこの出すんですけどね、今リズム悪いって子供に怒られそうだったんですけど、そのね、その最後のカツンって言って、もうシーンと静まるんです。これ最初聞いた時私泣いちゃいました。感動するんですよ。ぜひ生をね、聴いていただきたいと思って。聴いてみたいですね。素敵、ちょっとその一番最初はカツンで、その後静けさができればいいんですけど、ちょっとそこまだ不安があるんです。でも本当にね、上手になってきた時のね、カツンシーンっていう時にはね、もう本当に皆さん拍手もちょっとシーンとなってから、ああっていう感じでね、感動ものなんです。これが一番好きな曲なんです。じゃあどこに行ったら聴けるかっていう、はい、イベント紹介ですね。イベント紹介ですね。まず、これからの予定ですね。これからの予定です。まず上からですね、祇園祭ですね。まず、今回ちょっとね、長野の祇園祭も入っているんですけれど、基本松代の祇園祭がデビューになっています。
でこちらからですね、祇園祭り松代がありまして、長野の祇園祭り、それからあの軽快屋さん、長野の軽快屋さんですね、東口にゆめりや、ちょっとここ日付すみません前後してしまうんですが、あの7月20日にビッグハットで、松代のパーキングエリアの上り線で、栗田病院さんのね病院祭で、あのもちろん真田祭りですね、真田祭り、あの両日叩きますので、ぜひ見に来てください。で昭和寮でお呼びいただいているので、昭和寮さんでビッグハット、一番最近のところはこんな感じですね。じゃあこの時ぜひ生で、はい、待っていただきたいと思います。まずはあの松代の皆様にはね、あの松代の祇園祭りで、はい、あのちょっとねデビュー戦なので、あの温かい拍手を期待して、ぜひ、ね、見に来ていただきたいと思っています。そうですね、温かい拍手をしてありたいと思います。お願いします。そしてお知らせの方、はい、お知らせですね。じゃあちょっとこちらを見ていただいて、こちらですね、最近ちょっと松代のお祭りでは、こちらのチラシをあの出演の際貼らせていただいているんですが、あの子ども勝ち時太鼓ではあの会員をクラブ員を募集しています。小学生の1年生から6年生まで、どこの地域の方でも大丈夫なんです。あの日曜日、毎週日曜日、基本ね毎週日曜日が練習日となっています。練習に参加できる方、1年生から6年生お待ちしています。中学生入りたくても残念なんですけど、あの子ども真田勝時太鼓には入れないんですが、次の影武者という団体の太鼓クラブもありますのでね、ぜひ声をかけていただきたいと思います。あの大体あのお祭りにはあの私参加付き添いにしています。ぜひこの顔、この顔を見たら声をかけてください。ユニフォームね、またね、あの私大体このポロシャツを着ています。こんなポロシャツ、またはあの黒子、親はね黒子になっていますので、黒っぽい支度であの待ち構えていますので、どうぞそこに固まっているこの人だろうと思う人がいたら、ぜひ声をかけてください。でもし悩む場合ですね、そのまずスタッフに声をかけてもらってから、あのちょっと悩んでいるんだけどっていうような相談をしてみてください。あの子どもたちはね、あの地域関係なく学年関係なく楽しんでいますので、ぜひ声をかけていただくのをお待ちしています。あの私声かけていただきましたら、えなんて変な顔はしませんので、あのどしどしお声掛けをお待ちしています。どうぞよろしくお願いします。あの奥のクラブ員が入ってくれるお祈りしてます ね、 そうですね、昔はねやっぱりクラブ員30人ぐらいいたんですね、私知ってるだけでも24人ぐらいいたんですけども、その時もやっぱり盛大だったんですよ。宮太鼓っていうね太鼓があるんですけど、それ今あの鼓を使ってる状態なんですが、あの最高で11台ありますので、もうクラブ員どんどん募集しています。ではあの楽しいお話ありがとうございました。またじゃあ真田、あ、祇園ですね。そうですね、はい、楽しみに、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、はい、三田さん、はいはい、来週のシャークラッシュ、はい、今、なんか違うと思って間違えちゃったちょっと出てこないと思って間違えちゃった初めてかな、間違えちゃった、ちょっと緊張しちゃったかなということで、来週三田さん、はい、かかしですか、うん、かかし、かかしね、コンクール、はい、かかしコンクールでね、はい、真っ白福祉業のね、コンクールやってますよね、はい、これ毎年やってるよね、毎年やってます、はい、うん、7回目、7回目っていうことでね、ちょっとまた見に来てきて ね、 ね、あのすごいですよ、田んぼの真ん中にね、うん、私もね去年見たんですけどね、今年はまだ見てないんですよ、私やってますか、私も同じ、あ、そうですかちょっといや、あれもう異様ですよね、もうすごい田んぼの真ん中にね、うん、もういくつも立ってるんですよね、あれ夜に行けばできるんですよね、そういうあ、そういうことしちゃいけない、はい、ということでそんな話じゃない、そうですね、かかしコンクールの話ですね、はい、ね、はい、そんな話なんですか、そんな話、うん、そう、どういう関係でやったかとね、ああ、うん、なるほどね、そう、ああ、うん、第7回も続いちゃったもうしたら続いちゃったって話ですよね、そうですよ、そういう経緯をね、いろいろ聞きたい、素晴らしいって話ですよね、すはい、わかりました、はい、そんな素晴らしい話を来週は三田さんパーソナリティでね、はい、してくれるそうです。よろしくお願いします。はい、それでは来週のしゃべくりマッシュロ、どうぞお楽しみに。楽しみに。よろしくお願いします。
後ろはあなたの街。しゃべしゃべしゃべくり松代、また見てね。それもいた傷。